さあやっていきましょうか。続きですね。バイオボーブルーホースでございます。せっかく動画開いていただいたんですから、最後までご視聴と、そしてグッドボタン、そしてチャンネル登録ボタンを押していただけたら嬉しいです。アイテムパンパンやな。まあ、今回はね、ちょっとね、軽くインディ・ジョーンズごっこをするみたいな、そんなパートでございますね。まあ結構激しい戦いにはなるとは思うんですけど、どんな風に切り抜けていくかっていうね、だんだんね、別にシカゴタイプライター使ってないから持っておく意味ねんじゃねって思ってんだけど、まあ、よくよく考えたら、もしかしたら、わかんないよ。もしかしたら確か、レーザー光線銃が効かない敵も出てきたか出てこなかっただったかわかんないんですけどね。まあ、もし出てきたとしたらのことを考えて、とりあえず残してるっちゅう感じですね。はい。ということで、まあ、いろいろでやっていきましょうかね。うん。なんかさ、新しい会社に入社をして、もう2ヶ月が経ったくらいになるんですけどさ、もういろいろ結構なんだろうな、今の会社って自由度が高いし、ものすごくレベルは高いけど自由度が高いし、なんだろう、上司がなかなかクレイジーな人だから、すごい楽しく仕事ができているっていうね。まあだから、なんだろうな、なんかこう人として尊敬するっていうよりも、なんか純粋にその、会社同士の効果か、なんて言ったらいいんだろうな、まあそういう、こう、社会人同士としての関わりの中でこんなにストレスレスで過ごすことができている環境っていうのが、まあ、なんかこう、まあ、30歳をして初めてこう過ごせているっていうね。だから、うん。まあ、ぜひね、仕事に悩まれている方、次なんかこう、ちょっとブラックすぎるから次の企業考えようかなと思っている方はね、僕に声をかけてもらえたら、まあ、どこの ポジションになるかとかっていう保証は全然ないけど、まあ、なんとなくこう、お力になれるんではないかなというふうに思いますけどね。まあまあ、まあもう一つはその、なんだろう、別にね、僕の会社に入る云々とかっていうのは関係なく、まあ、一応結構、今入ってる会社って入社難易度はめちゃくちゃ高いんですよ。入社難易度は高いから、結構の準備とかをね、しこたまやったっていうのがあるんでね。まあ、転職を考えられてる方はどんな準備をしたらいいのかっていうご相談も、お力になれるんじゃないかなということで、ぜひ、まあ、声かけてもらえたら、ということで、よろしくお願いします。いや、まあでも3月に入ってきてさ、ちょっとずつ、なんだろう、まあ暖かくなってきてる。まあでも、またね、予報であったりとかさ、日によってはさ、すごい、気温が爆下がりとかしたりとかさ、気温は高いんだけど、埋まっとんかい。気温は高いんだけど、なんだろう、風が強いとかさ、風が冷たい日とかっていうのが結構あったりするんで、まあ、だからそういうのはね、あ、ちょっと待って、コーヒー飲む。うい。そう。だからまだまだね、油断ならないんだけどね。まあだから地味に週に3、4回くらいの朝散歩を続けてるっていう感じですね。朝散歩ってわかんない人は朝に散歩するっていうのを、まあ、略して朝散歩っていうね。すごいゆっくりだね、今なんか構えるのが。じゅー、じゅん。なんかすごい向こう側で言ってると気づいて、ありゃまあ。どんまい。向こう側のチェーンソーまでやっちゃったね。チェーンソーマンっていう漫画がなんかすごいさ、流行ってるじゃん。まあ、ちょっと今落ち着いてるのかもわかんないけど、僕が読んでるゼブラックっていうアプリなんかでも定期的にチェーンソーマンの、チェーンソー、今発音がおかしかったな。チェーンソーマンのなんかあったりとかしてるけど、あれ面白いのかな？なんか1話読んだけど、やっぱああいうのって継続的に読まないとダメなのかな？1話だけ読んで僕ギブアップだったんですね。呪術廻戦とかもそうだし、僕らのヒーローアカデミーとかもそうだったし、あとなんだろう。進撃の巨人はね、なんか何巻か読んだけど、時系列がだんだんわかんなくなってギブアップしたっていう感じですね。だからこう、世間で言うとこの、こう、流行り物と呼ばれるような、なんか漫画とかアニメとか映画とかっていうのをこう意外と見てみたら自分には結構合わなかったなっていうパターンが結構多くて、なんかそれを考えると結構やっぱり感性がずれちゃってるのかなって思ったりとかするんですよね。っていうのもさ、なんかこうあまりにもいい上司とかいいその
なんか職場の仲間の人たちとかに恵まれたっていうのもあってさ、こう昔のことをこうちょっと思い出したりとかさ、嫌なんだけど一社目のね上司のことを夢に見て、そこでもなんかもう心えぐられるみたいなことが最近ちょっとよく起こってて、なんか皆さんもそういうことないですか？なんかあまりにもこう幸せな日々が続きすぎると、その反動でなんか人間不幸になりたがる。それがまあ現実なのか、その夢みたいな非現実なのかっていうのあるけど、なんか僕はそういうことがちょっと最近頻繁に起こってて、なんかすごいメンタルが微妙に安定しないみたいなことがあるんで、安定させるためにあのここの中に、まあ、ラリッタズ一人と安定させるためにも、まあ、なんとなくこうちょっとこういうのをやりながら、まあ、仕事以外のねあのメンタルをまあケアするための、うん、ことをやってる。そんなキックっていう感じなんですけどね。そう、ちょい、あ、お疲れっす。ヒロ、一社目なんかね、僕ね、あのね、あのブルーホース君は人間じゃないみたいな、そういう、あ、もう人間じゃないって直接言ってないよ。でもあの私、うわお、久々に出てきたな。あの、私は人間だからミスもするんだよっていう言い方をされた時に、あ、俺はそう見てないんだなっていう解釈をしたんですよね。まあ、僕は相当ひねくれてる人間なんでね、うん、ちょっと遊び心、あ、そんな吹っ飛ぶ、そんな吹っ飛ぶってことは、なんかこう、なんか物投げつけられたみたいな感じになってるよね。これどっちかっていうと銃でぶち抜いてんだけどね。あの麻袋の中てか、なんでチェーンソーをしてるやつってあった、麻袋をかぶるんだろうね。チェーンソーを実は映画で一回も使っ、待って、回ってねえ、エンジンかかってるけど歯が回ってねえあ、そう、うん、おちんちん打とうかな。ほら見て、回ってなくない？煙は確かに出てて、リアリティの演出はあるけどさ、かかってないよ。しかも完全に地面にめり込んでるし。お疲れした。結構使ったね。やっぱ体力高えな。ほら、実際チェーンソーは使われてないらしいけど、あの、なんだったっけ、あれ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 、13日の金曜日のさ、ジェイソンとか、ああいうのもなんかお面かぶって顔見せなかったりするよね。だから実は、なんだろうな、実はって言ったけど、その後の言葉が浮かんばねえや。うん、まあ、そんな感じなんすよね。どんな感じ、うん、まあ、くるっと折り返って。オープンセサミ。OK。ねえ。ちょい。OK。あ、そっか。なんかちょっと意味もなく。これってでも先に破壊することができるのかな。ジュドン。で、振り返って。ジュイー。チュイーチュロン、オッケー、終わり。そうなんですよね。二社目に関しては、まあ上司は、なんか良くも悪くもっていうところが本音っすね。うん。ここってなんかハンドガンの弾とかな、そういうの落ちてなかったっけ？あ、あったあった、やっぱり。そう。あのね、別にその僕がなんかいろいろってやることに関して、なんかこう、嫌味を言ったりとか、なんかあの、それは良くないよ。まあ良くないよみたいなことは、あの、まあ、なんていうの、教育的指導はあったけど、基本的に放任されてたから、まあやりやすかったっちゃやりやすかったんですよ。ただ、あの、なんだろうな、上司らしいことをなんかされた、してもらったっていう記憶がなくて、その社内的にこう何か問題が起こった時とか、その社外的に問題が起こった時とかっていうのは基本的に自己処理させられて、そういうのって普通、そのマネジメントっていう観点で上司が矢面に立って、それしかも僕が起こした問題じゃなかったとしてもよ。お前が起こした問題なのに俺が謝るんかいみたいなこともあったりとかして、なんかね、それってどうなのって思うことは結構あった。ちょっと、上司としては、なんか、上司じゃないなっていう。どっちかってなんか先輩っていう感覚の、下手くそだな。あれ？ああ。目の前に降りてきた。上司というよりはどっちかってなんか、あの、責任を取らない先輩みたいな感じの人だったけどね。のような気がしたけどね。そう。まあ、未だに恨んでるのは、蹴るしか出ねえんだよ。未だに恨んでるのは、最終出社日に、まあ、問題が一個起こってて、で、その、問題が起こった原因っていうのが、その上司の指示によって、やった業務っていうのが社内的にはアウトだったっていう、あれ、それ従っただけなのにみたいなことがあったんですけど、でも、それで僕が始末書を書かされるっていうね、謎の、しかもそれ最終出社日よ。
でしかもなんかね、その上司がやらしいことに結構自分自身ってか、なんていうの、僕がなんか報告したこととかの細かい話とかって結構覚えてるくせに、なんかね、自分がその指示を出したことだけに関してはなんか都合よく、俺そんなこと言ったっけみたいな、こうとぼけて忘れてるふりをするっていうね、まあ本当に忘れてたのかもしれないけど、なんか忘れたわみたいなことを言い始めて、こいつみたいな、まあだからね、もう残念ながらもう僕はちょっともう前職に関しては、まあ前職に関してはその上司だけじゃないけどね、もう役員がクソすぎて、気になる人はね、なんか炎天職とかボーカーズとかその辺りに僕めちゃくちゃぶちまけてると思うんで、ぶちまけてると思うんでっていうのは、僕が書いたか書いてないかっていうことは明言しないでおきます。これもし万が一聞かれてバレたりとかして結構めんどくさいことになるかなと思ったりするから、まあそんな感じですね。はい、だから結局さ、なんだろう、仕事、なんだろうな、もう辞めてしまえば別にね、どうってこともない話だから、これあれ、インディ・ジョーンズが始まるまでに倒すことできるかな？どうだろう？ちょっとギリギリかな。一体はいけたね。いけたいけたいけた。なかなかに厳しかったね。よいしょ。ちょい。減るしかねえんだわ。ダダラダーダダラー、ああもう無理や。ほい、めっちゃスローモーション。ちょい、あ後ろまで行っちゃうんだよね、かわいそう。これこのままじゃあ、まあ、立ち上がっても彼ら何もできないもんね。3、2、1、ふぅー、あーちょ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 、当たった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 、よし、めっちゃ股間にめり込んでたけどな。ん？ん？ちょっと待って。え？どういうこと？どういうこと？え？あれどういうこと？落ちてった。なぜか、ぽつり、お金。そんなこと起こるんや。すごい、シュールー。後ろからなんかあれを求めて敵が来たりとかしないのかな？そんなと面白いんだけどね。あ、消えた。お金って儚く消えてくよね。稼ぐのむずいのにさ、使うときは一瞬だしさ、しかもなんか使った後ってさ、こう本当に外れた場合、使い方ミスったなと思った場合、虚しさばっかりが残るよね。だからお金は稼ぐよりも使う方が難しいってよく言われるけど、本当その通りだなって思うよね。特にここはないかな。大丈夫かな。まあそんな感じですよ、人生なんてね。人生なんてこういう準備の方が時間がかかって本番なんかあっという間だったりするからね。スポーツだってそうじゃないですか。何百時間って練習するけどさ、実際に試合するのって1時間とか2時間とかその程度じゃないですか。100個準備して1個しか本気が発揮されないですよ。まあそういう難しい世界で我々生きてるんですから、準備してる時のくらい自分とかさ、あれ結果が出なかったで本番だってさ、何だっていいからもう自分のやったことをちゃんと素直に褒めてあげる、そんな風に人生過ごしてったらいいんじゃないですかっていう、なんかよくわかんない話をしつつ最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけたら、次ことに行くための準備をすることができるんじゃないかなっていう風に思います。ということでね、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。